はい、今日はね軽く天気がいいので梅でもね撮りに行こうかなと思います。でカメラは ZV-E10 持って行っています。で今日はね複数レンズ持ってきてるので、以前ねこれ紹介したスマイルさんが作ったバッグに入れていっています。で ZV-E10 はね今は手ブレ補正オフで撮っています。もう歩き撮りの時は手ブレ補正オフにして、後からねカタリストで補正かけようかなと思っています。最近はね ZV-E10 はねこういった使い方が多いです。はい、それでは行ってきます。はい、このね階段を越えたところに梅林園があります。神戸東灘区のね岡本梅林園ですね。そこでね今日は撮ろうと思います。はい、ここはね岡本公園ですね。行きます。ぼちぼちね咲いてる感じですね。で今日はねこんな感じで来てます。 ZV-E10 キットレンズに、あとはね SEL35F18 ですね。単焦点換算 52mm ぐらいの単焦点と、あとはねシグマの 1850F2.8 を持ってきています。この辺でね取り比べしてみたいと思います。はい、まずはねこれキットレンズで写真撮っていきます。で写真モードに切り替えて、で僕はね基本的に P モードにしています。で必要に応じてここダイヤル回して絞り替えたり、あとはね背景ボケで背景ぼかしたりして撮っていきます。ここはね撮っていきますね。まずズームしてピントを梅に合わせてちょっとねぼかしていきましょうか。ぼかすとね F5.6 でですね、望遠側にして F5.6 とこんな感じですね。で基本的に僕は JPEG じゃなくて RAW で撮って、あとからね Lightroom で現像って言ってもね本当に明るさとか変えたりするので、もう慣れてきたらね簡単です。現像と聞くとね結構難しいかもしれないんですけども、まあ、明るさとかねホワイトバランスとかを調整する編集だと、まあ、思ってもらったらいいです。 JPEG だとねその色がね編集しにくかったりするので、極力ね編集する方はRAWの方がいいと思いますね。音が結構入ってますね。先ほどね設定は同じで F5.6 です。梅とかねこの桜とかを背景を動かして撮るようにするにはできるだけねこの被写体梅とかによって撮るようにした方がいいと思います。でレンズにはねあの以前動画で説明したように最短撮影距離っていうのがありまして、でこのレンズはね確かちょっとフィルターアダプターつけてるんですけども、これね広角側で25センチで望遠側で30センチ、このマークから寄って撮ることができます。なので一番ね、その最短撮影距離で撮って F 値を、ね、小さくすると背景がぼけやすくなります。まあ例えばこれでも撮っていきますね。
で望遠側のできるだけね望遠側にしたら背景ボケて、こんな感じですね。これとか撮っていきましょうか。今ね望遠側で 50mm F5.6 ですね。これをね絞ると11とかにしてしまうと、まあ、こんな感じで16ですかね、これ13とかですね。背景がねこんな感じで大きいになってしまいます。動かしたいときは F 値を下げる、こんな感じです。さらにね背景を動かしたいときは、F 値のもっと低いレンズ使うといいです。例えばねそうですね、今日は使っていくのこっち行きましょうか。まずは 35mm の F1.8 ですね。 SL35F18、 これはね F がね 1.8 までつなげることできますので、これでちょっと撮ってみます。同じものをこの ZV-10 はね、あのシャッタースピードが4000分の1、なので F1.8 にしてしまうとね、こういった晴天明るいところではねシャッタースピードがね点滅してしまって露出オーバーになってしまいますので、まあ、できるだけねこういったND フィルター持っておくと便利です。はい、ではねちょっとこれで F1.8 のレンズで撮ってみます。でこれもね最短撮影距離が30センチですね。で絞りを開放にして撮ります。30センチ、はい、こんな感じですね。ちょっとねこれでね撮っていこうかなと思います。そしたら、ちょっとね動画も撮っていこうかなと思います。今日はね動画はね P モードにしています。必要に応じてここの背景ボケでぼかしたりしようかなと思ってます。はい、今背景ボケでぼかしています。こんな感じですね。でこういう時はでも僕は手ブレ補正、アクティブ補正をオンにしています。もしくはこれ手ブレ補正入っているのでスタンダード、必要に応じて撮っていきます。アクティブ補正で撮っていきます。ピントがなかなか合いにくいときはもうこういった感じでタッチフォーカス、こんな感じになります。こういった感じでピン送り的なものもできますので、ちょっと場所を移動してみたいと思います。ではちょっとね写真でも撮っていきましょうか。ね、F1.8 になってくるとピントがねシビアになってくるので、まあ、ピントがね合わせにくいっていう時もありますね。ちょっとねシグマのレンズに変えてみましょうか。シグマのこちら1850ですね。 F2.8 同士のこのレンズはね、結構寄れるのが特徴ですね。最短で確かね、これ20センチぐらい。何だったら12センチまで。広角側だったら寄れますね。で70ミリで30センチ。ね、あのいろいろな画角で撮りたいときはズームレンズが便利ですね。
2.8 よし。レンズもね、一番ね、汎用性が高くて便利ですね。2.8 でね、背景もぼかすことができますし、しかもね、このシグマレンズはめちゃくちゃちっちゃくてね、お値段も F2.8 同士のレンズとしてはお手頃です。かなり5万台で買えるかな、6万弱ぐらいですね。やっぱり、ね、キットレンズもね、コンパクトで便利なんですけども、やっぱりこのレンズもね、非常に、まあ、F2.8 同士としてはかなりコンパクトなので、予算のね、余裕のある方はね、これ持ってても全然、まあ、本当にいいと思います。はい、今ね、シグマのレンズでアクティブ補正手持ちです。広角側で望遠側で、さらにここから全画素超解像ズーム使うと 4K なので 1.5 倍までですね。こんな感じ。50mm 換算 75mm ですね。で 18mm 換算 27.5 テーブル補正オフにするとこんな感じですね。今はねちょっとね柵のところにもたれかかって固定しています。でズームするとこんな感じ。ちょっと後ほどカタリストで補正かけてみましょうか。引き続きね、梅を取っていきたいと思います。僕の場合はね、ここにね、このダイヤルボタンの左側に手ブレ補正はね、オフオンをね設定しているので、まあ、歩きながらの時は手ブレ補正をオフにしています。でなんかね、物とか取りたい時は、まあ、スタンダードとか、まあ、もう手ブレ補正がねないレンズだったらアクティブで動画撮るような感じですね。なので今は手ブレ補正をオフにしています。自撮りするとね、こんな感じですね。シグマのレンズで自撮りするとこんな感じ。どうでしょうか。で、ここからね、カタリストをかけるので、ちょっとね、クロップはされると思います。ここ、DJI アクション2つけてます。結構ね、手は目いっぱい伸ばしています。ではね、また引き続き梅取っていきます。